溝の口のり子は、日本の柔道家、教育学者、スポーツ社会学者。学位は、学術博士。日本女子体育大学体育学部、教授。公益社団法人袋石スポーツ協会会長。公益財団法人全日本柔道連盟評議員。日本武道学会評議員。女子柔道日本代表選手を経て、女子柔道フランス代表コーチ。 静岡県教育委員会委員長、静岡文化芸術大学教授などを歴任した。静岡県岩田市出身の女子柔道家である。1992年バルセロナオリンピックでは女子柔道 52kg 級にて銀メダルを獲得した。また、2004年アテネオリンピックでは女性初のオリンピックフランス代表柔道チームのコーチを務めた。 フランス語が堪能であり、スポーツガバナンス、ジェンダー、スポーツ文化論を研究している。静岡県立大学短期大学部の社会、福祉学科にて助手を務めた後、静岡文化芸術大学の文化政策学部にて、講師、准教授を経て、教授を務めた。また、静岡県教育委員会の委員を務め、2014年10月からは、委員長を務めた。なお、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、2015年に教育委員会の委員長が廃止されたため、歴代最後の委員長となった。2018年、一般社団法人袋医師スポーツ協会会長に就任。2021年、公益法人化の移行に尽力し、公益社団法人袋医師スポーツ協会として、政令都市以外では、 静岡県内初となる公益認定を受けたスポーツ団体となった。1981年、福田町立福田小学校4年の時から柔道を始める。1986年、福田町立福田中学校2年生の時、全日本体重別選手権5 6ラムに出場し3位入賞を果たす。1987年、中学3年生の時、 当時の女王山口公に憧れて 56kg から 52kg に階級変更した。同年、全日本体重別選手権の 52kg 級決勝で山口香里と対戦し、総襟絞りで一本負け。これをきっかけに寝技を強化し、マムシの溝口と異名を持つ。1988年、静岡県立浜松西高等学校2年の時、 行動館で開かれた全日本選抜柔道、体重別選手権 52kg 級で、当時10連覇の女王、山口香織を破った。1989年、全日本体重別選手権 52kg 級に連覇、初のベオグラード世界選手権代表となり7位入賞を果たした。1990年、 埼玉大学進学後の全日本体重別選手権 52kg 級決勝で上田敦史に敗北した。12月の福岡国際女子柔道選手権 52kg 級で初優勝を果たす。1991年、全日本体重別選手権 52kg 級で上田敦史に再度敗北し、世界代表の座を奪われる。 12月の福岡国際女子柔道選手権 52kg 級で2連覇を果たす。1992年バルセロナオリンピック代表最終戦公開を兼ねた全日本選抜対重別選手権にてライバル上田敦氏に決勝で僅差判定勝ち。初の五輪代表の座を獲得。7月31日バルセロナオリンピックにおいて5 2ラム級決勝で 地元スペインのアルムデナ・ムニョスに赤敗するも銀メダルを獲得した。12月の福岡国際 52kg 級決勝でムニョスにリベンジを果たして3連覇を達成した。1993年、広島国際女子柔道選手権大会から階級を 56kg に変更し、56kg 世界チャンピオン、五輪2位のニコラ・フェアブラザーに内股で一本勝ち。 これをきっかけに5 6ラムに転校したと言われている。1994年、5 6ラム級に転校するも、国内では盾の千さと菅原の子に敗戦し、日本代表の座から遠のいた。1995年、全日本選抜体重別選手権5 6ラム級で大塚雅子に内股で一本勝ちし、 幕張世界選手権日本代表となる。同年10月の幕張世界選手権では1回戦、敗退。1996年、2月のパリ国際決勝で、当時の世界上をドリューリス・ゴンザレスに勝ち4度目の大会制覇を達成した。1996年アトランタオリンピック、最終戦公開を兼ねた、全日本選抜体重別選手権56。 キログラム級決勝で縦の千代里に僅差判定勝ちし、二度目の五輪代表となる。同年8月のアトランタオリンピックでは、準々決勝で定然前うに赤敗し、気持ちが切り替えられず敗者復活戦に挑み惨敗、引退を決意した。2015年8月20日、東京オリンピック競技大会。 東京パラリンピック競技大会担当大臣、遠藤俊明と1997年により、静岡県立大学短期大学部の社会、福祉学科にて助手を務めた。また、2004年アテネオリンピックにおいては、女子柔道フランス代表チームのコーチを務めた。なお、日本人女性が、同国の柔道代表チームでコーチを務めるのは、初めてのことである。その後、2005年より、 静岡文化芸術大学の文化政策学部で講師を務め、2009年には準教授、2016年には教授に承認した。2010年より静岡県教育委員会の委員を務め、2014年10月からは委員長を務めた。2015年に教育委員会の委員長が廃止されたため、歴代最後の委員長となった。2017年4月27日、 読売新聞の取材によると、同年6月の静岡県知事選挙に対し、周囲から現職に対抗して出るべきだという声をいただいており、検討している。ただ、最終的な結論は出していないと話し、5月1日に記者会見を開き、静岡県知事選挙への出馬を表明した。記者会見においては、東京五輪を前に、スポーツの力を十分に発揮できるのは、 自分しかいないと主張した。また同日付で支援団体、静岡県政を大刷新する会が設立され、代表に鈴木望が就任した。さらに記者会見においては、私は手段を選ばない。自民党と私は見ている方向は一緒で、思いは一つと発言するなど、自由民主党に宗派を送った。翌日、自由民主党は、独自候補擁立を見送ることを発表した。 知事選出馬を自由民主党国会議員会合を及び、自由民主党静岡県支部連合会役委員会で、強く反対された自由民主党静岡県支部、連合会幹事長である、宮沢正美は、自身の出馬について、団長の思いで出馬を断念させてもらうとした上で、幹事長職を辞職することを表明し、溝の口への支援について、組織としてはありえないと思っていると明言した。 一方、自由民主党静岡市支部は、溝野口氏が訴えている政策は我々に近い年、5月8日に推薦を決定した。その後、自由民主党清水支部、由井支部、神原支部、八井洲支部、浜松支部、岩田支部、袋井支部、沼津支部、伊藤支部等も推薦を決定した。6月25日に行われた静岡県知事選挙の党開票では、 得票数を伸ばせず、現職の川勝平太に敗れた。ただし、静岡市3区のうち、青井区とする額で、溝口が川勝の獲得票数より多く、静岡市全体でも川勝を6000票近く上回った。同年9月には、第48回衆議院議員総選挙で、民進党を離党した細野武志らが立ち上げる。 希望の党から静岡県第一区での出馬要請を受けたものの、知事選で自民党の支部や一区選出の上川陽子法相にお世話になった。恩をあだで返すことはできないと誇示した。ほか、ありがとうございます。